拍手できてる。SKE 前、SKE 前からカジノの方行った。青さん一回の車。え？ちょっと待って。それ一台。あ、人数これ余裕あるし。止め、あや。あれ？どこかわかる？え、待って待って。見えなくなっちゃった。え？それやろ、それやろ、それやろ。1212。人数より、やれるよ。ちょっと待ってくれ。あれ？今手に入んなかった？これ急に。俺、今アイテム拾ったりしてないよね。どういうこと？なぜこんなものが。あれ？今、いつ手に入ったこれ。おかしくない？今、ここに入ってた銃閉まったよね。で、金庫から開けたわけじゃなくて、え？ポッケに入れられた？まさか誰かいるのか。おい！いるのはわかってるんだ。透明になれるか何かか。俺の目をごまかそうったって、そうはいかない。いるんだろう。待って、手錠。まずい、まずい、出血してる。え、待って、え、でもさ、え、マジでおかしくない？いや、見たみんな。もらったとき、受け取ったときにさ、これ出るのよ。え、あれ？本当に変じゃない？おい、何？ちょっと待って、待ってこれ、何これ？え、待って。おい、誰かいるか？え、待って、どういうこと？え、待って待って。普通に鳥肌立つんだけど、な、何これ、どういうこと？え？マジでわかんないんだけど、な、初めてなんやけど。なんか今、え？俺の部屋の後ろでパキって言ったんだけど、何？ここに入ってんのか？俺の部屋に入ってきたのか？おい！っていうね、っていうことがあったら怖いから。もう危なかった。エンディング B になるとかって危ねえ。大丈夫だよ。危ねえ、はあ、いや今のエンディング、あの入れ替わった VTuber の中身っていうエンディングですね。今危ねえマジで。いやてか、え、でもさ、アイテムがさ手に入るの本当におかしいんだよね。これ何？絶対おかしいって。え、あ、キャップ、え、キャップに言おうかな。キャップ、キャップ、ああ、おはよう、聞いてくれ。え、なんか怪現象が起きてさ、あのさ、このアイテムさ、もらった時にこの表示出るじゃん。うん、これさ、今歩いてたらさ、2回出て、このアイテムが。これ何、これこれ何、これ透明人間がいるってこと？なんて書いてんの？いや、わかんないんだけどさ、これ急に入って、ポケットに 2個。トラップハウスって何？わからないんだよ。何が起きてんだこれ。ビンスコード、え、使用していい？うん、いいよ。俺のじゃない。これもらっていい？いいよ。マジで急に2枚入ってきた。透明人間？え、って感じの、なんかだって、なんつうの、その、今の表示ってさ、もらうことでしか出ないやん。俺、アイテム拾ってないのね。ちょっと待ってね。うん。一回じゃあ俺がさ、アイテム渡すね。うん、あ、OKOKOK。はい。あ、そう、こんな感じで、マジマジ、衛星にもあるレベル。え、本当に、この辺通ると、急にもらったんだよね、今。開いた？え？ここ開いた？ここは、いや、開いてない。え、開いてないの？いや、多分開いてないと思うんだよね。透明人間っていうか、すり抜けてくるから幽霊じゃん、ほぼ。おい、映画やんけ。そうか。これちょっと、マジですよ。ここって、なんか、過去にあったりしたんですか？ここは、ここか、この店か。ええ。ここは俺が愛した女がいた店だ。まさか。ペインさん。その人はもう。おい、勝手に殺すな。え、マジでなんだろう、これ本当に。え？本当に初めて。え、ちょっと待ってよ、うん。普通さ、ここやっぱ開いたらこういう風になるじゃん。なる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 。なんなかったの？なんなくて。え、待って、本当にわかんないんだよね。この辺歩いたら急に。なんかさ、最近さ、うん、その、透けてる人間とか透明人間の話よく聞くんだよな。え、待って。おかしい、本当にこの街来て初めて、これは。これまず何？いや、わかんないんだよ。これが意味わかんないし、しかも怖いし、なんかパスピンコードみたいな。意味深すぎて。パスピンコード1234。そっち何に書いてるの、ピンコード。これも同じ、多分同じアイテム。1234って書いてある。いや、なんか前猫カフェでもその現れたって聞いて。え？で俺ね、初めね、うん、なんかあんま良くないけど、うんうんうん、服をこういろいろ組み合わせると消えるやん。はい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 、それかと思ったんよ。そんなやついる？
そえでもねそういう感じじゃない、なんか本当に分かんないかった、気配ない。足音も、足音もない。店開ける準備してたら足音ないの。足音なかったよ、なかったなかった。ええなんかいえ歪みにしても意味分かんないしな、初めてすぎて。歪みじゃなくね、歪みじゃない、歪みだったらネタバレがあるでしょ。え歪みじゃないんだったらマジで誰かいるしかないよね。でも殴り判定とかもないんだよな。これさ、床の血痕もらっていい？あ、いいよ。あ、これはね、多分俺が今出血してる、普通に。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、ほんとだ。これは俺だと思う。これ全部お前？そう、出血してるなんかしないけど。じゃあいいよ。怖いな。え、ガチで怖いわ、これ普通に。なんだろう？ちょっと調査するわ。頼むわ、ちょっと調査してくれ。さすがに、もう一個もらっちゃった。あ、いいよ。何を？あ、トラップハウス。あ、いいよいいよ、それ持ってても全然いいよ。あ、じゃあ分かった、もらうね。うん、ちょっとマジで被せられないんだこれ。突き止めてほしい。スタッシュ圧迫するじゃん、うざ、これうざいよ。これ怖いよ。怖いな。なんか奥に何もいないよな。いや、いないよな。なんだこれ、いない、何もないな。まだいるんかな、ちょっとさ、うん、一回奥行って。オッケー。あの、ぶん殴りまくって誰かいるか確認するわ。分かった。ちょ、多分ね、いないんだよな。なんだろう、マジで。やっぱいないよね。いない。これなんだろう。わかんない、これ怖いな。怖いな。普通に心霊、夏だからか。誰が帰ってくんの？死んだ人いるっけよ、この町。わかんない。勝手に死ぬからな。確かに。ああ。これは映画撮れんちゃいます？おかしいよ、これちょっと。インビジブルだよ。古っ。ケビン・ベーコンやん。あの透明なるやつね。そう、本当に怖い、うん、でも本当になんか知らない、これ。そういう演技とかチョケとかじゃなくて、なんかマジで違う演技に見えないわ。うん、これでもさ、うん、何これ、これを入れるって。いや、わかんないんだよな、それが怖い。むしろなんか食い物とかだったらまだ、うん、チョケだからあれでわかるんだけど、うん、これ返してほしかったら言ってね。うん、わかった、全然大丈夫。それ返してほしくなさそう。怖い、なんか呪いだよ、それ。これ見たことある？それなんかの、多分だけど、うん、なんかの犯罪のアイテムじゃないかな、それ。マジで？なんかに使うやつ。俺はね、使ったことない。なんかあれじゃない、飛行機墜落とかそっち系。いや、あー、そういうことかも。あんまり詳しくわかんないけど。でも透明になれる、しかもなんか扉を、うん、あ、開閉なしに入ってこれる。透明っていうか、うん、幽霊状態になれるやつがいるってことだよね。え、それありえるの？その、ま、この街でそれ。いや、聞いたことない。ないよ。だから俺は一回猫カフェにそういうやつが出た時に、うん、もうそれでなんかの服でやって、うまいことやって遊んでんのかなと思ったもん。はいはいはい。それ結局見つかんなかったの？見つかってない。で、その後も何件か、うん、透明人間がいるって話聞いて。いるやん、もう。いや、もうだからさ、それもそいつらかと思ったんよ、うん、はい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 。だからその要は音とかして扉越しにこうガッて来たのかなと思ってたけど、今の話聞いたら扉越しも来ないから。でも幽霊がいるんだな、幽霊人間が。なんか正直ね、その、いや、でもね、1回目は、うん、なんかね、そのこれ開ける作業をしてたからちょっと画面あの見てなかったんだよ。あー、はいはいはい。でパッて入って、えってなって、音楽とか選んでて、えってなって、それが1回目なの。この辺に立ってたのね、俺。これ急にもらって、うん、で今の何っつって歩き回ってたら、この辺でもう一回もらったの。あー、で、扉開いてないんでしょ。開いてないんだよね。で、その間に俺、その殴れるかみたいなやったんだよ、こういう風に。でもできないんだよね。だから、それ透明じゃなくて、本当に幽霊だよね。そういうことだよね。そっちだよね。しかも確かに、でも待って、意図的に確かに幽霊状態になるんだったら、うん、なんかこうなんないっていうのもできそうだよね。死にされない。でも、いや、わかんないですね。まず、すり抜け、歪みではなさそう。でも、すり抜けだよね。マジで怖っ。怖っ。夏やん。それさ、うん、独り言で人の悪口言ってたら全部聞こえるってことでしょ。やばいって。いや、悪口言わんけど、普段。言わんけど、俺も。例えばでもさ、悪口でもないけどさ、うん、こうなんか、ああ、面白かったって言った後、わ、つまんねえとかいうふうに言ってるのも聞こえるってことでしょ。聞こえるってことだよね。やばくね。やばいって。そいつめっちゃ気まずくない？気まずいよ。ね。クソ気まずいよ。後悔するだろうね。透明人間だったことを。普通に。確かに。あ、飲んでリンカーに来た。ありがとう。
ノンデリン何個入れますか？ノンデリン50個で。50了解。ちょっとキャップマジで調査頼むわ。ちょっと本当に分からん。やばいね。怖い普通に。あ、ちょっとベニさんの店でそういうことさせるのはムカつく。いやそうなんよ。俺もねちゃんとチーフになったからさ守りたくて。そうだよ、いつ帰ってくるかね。そう、また来た時にちゃんと帰ってきてくれる時にこうね売り上げ出しておかないと、うん、そう、俺もデートするからな。150万、本当にすんの？帰ってきたらするよ。え、ライン文句ある？いやいや全然応援してる、うん、普通に、うん、楽しんだな。ガチ告白するから。え、プランを聞きたい。プラン好きっていう。いや、キャップなんかもうちょっとひねった方がいいかも。え、それこそさ、キャップはさ、うん、映画見てるんだからさ、こうロマンチックなこうなんかないの？演出というかさ、見たやつで良かったやつとかアレンジして。じゃあ客船でタイタニックやってくるわ潰れる、お前沈没するやんけ最後。え俺死ぬやんじゃん。そうだよ、ほんとだ。ちょ、客船行くわ。じゃあ2人で。あ、まあそれはいいと思うよ、客船行くまでは、ね、うん、タイタニックするわ。だからダメやって、沈没するって。いやいや違う、タイタニックするっていうか、あのほら、あのなんかあるやん、あの前で船尾、あの船頭で。大丈夫かなその船。大丈夫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 、沈まないから。そこで客船起きたらクソ面白いけどな。確かにねでもその船の名前エスポワル号かも。え、なんか変な音しなかった今。ええ今なんか変な音しなかった？ガチで。どういう音？パチみたいな。うん、確かにしたな。え、したでしょ今。うん、え、怖くない？待って、これちょっと怖いんだけどマジで。え、今したよねパチって。なんかしたな。え、したでしょ今。だって今の音おかしくね。え、これどういうこと？え、パチッと音したよね今。いや、しかもな、打ちまくるわけにもいかんしな、ベニーさんの部屋、家、店。え、したよね、俺ら動いてなかったよね今。いや、したよね、グレ投げんのも無理やしな。え、なんか、なんだろう。まあまあ、ちょっとわかんないな、ちょっと調べるか。おぉ、怖いな、マジで。あー、ちょっと、怖がらせよう。じゃあ俺行くわ。おい、いい。絶対この後死ぬやん俺確かに。おい、やばいってマジで。まあまあ、でもこれ無害ではありそうだから何もしてこないから。まあね、被害加えられたら言ってくれよ。分かった。言ってくれよっつっても分かんないけどなまあね。え、怖っ。何なんだこれ。なんかそういう技を得得できるんかな。なんかおかしいよね。でもここ開いてないでしょ。いや開いてないんだよねマジで多分。え、鍵閉めてたよね多分。いや、その時は多分開いてたかもし…あ、でも閉めてたか。キャップ来て開けたもんな、俺。あ、じゃあさ…どういう…え、鍵じゃ…破ってくんのやばくね。え、やばいよ。やば。断り超えてるよ。だから貫通するってことよね。だから当たり判定がないくなるってこと。いや、そうでしょ。だって貫通してるんでしょ。いや、扉開かないってことは。強すぎるって…何それ、怖っ。ちょっと調べますわ。ちょっと頼む、ちょっと本当に…調べようがあるかわからんけどね、ありがとう。まあね、うん、気をつけて。また買いに来ますわ。分かった、ありがとう、うん、また開けて。またね、うん。なんか、でも、マイカじゃないよね、これありえなくない？現象として、そのアイテムがもらえるって。これ何？次もらったら超怖いんだけど。これ何？じゃーん。あ、やべ。はい、あ、こんにちは。あ、やべえが出てた。いやいや、じゃあこんにちは。こんにちは、こんにちは。はい、ノンデリン、ノンデリン、ノンデリンを20ください。ありがとうございます。で、最近俺さっき怖いことが起きたんですけど。怖いこと？はいはい。最近透明人間の話知ってます？この町で。あ、山の方にいる人で。いや違くて、俺今店番してて、はい、あのお店を開けようとしたんですけど、はい、あの今自分がノンデリン渡したみたいな表示出るじゃないですか。ああ、はいはい。あれが急に出てきて。え、それも2回なんか渡されたみたいな。そうです。え、怖っ。マジで怖くて。何渡されたんですか？なんか全く見たことないメモみたいな。え、怖っめちゃくちゃ怖くて。アイテムもアイテムなんで。え、なんだろう。え、最近なんかそれでキャップがたまたま来てくれて、その話したら、はい、そのキャップも最近そういう話がよくあるみたいな街で。そのメモ何書いてあったんですか？なんかなんとかピンコード1234って書いてあって。あー、いや俺なんか一回ボルトコードってやつを、はい、が突然目の前に現れたことあって、それまだ持ってんす。何なんだ。だからちょっと
夏だからやっぱ怖いことが起きてるのかもしれません。あとすいません、多分俺緑まぶし渡しました。はい、そうです、ね、すいません多分これあれだか多分俺もすいません。どうします、ね、あの今飲んでり渡します。はいはいはい、この街一番の飲んでりが描かれてる。ああ、はい、あぜひ。この人はやばい、やばい人なんだ。あ、いや本当にやばい人ですこの人。はいはいはい、なんかなあ本当にやばい人なんで、あの気をつけてください。はい、はい、気をつけますねこの人には。そう、この人とあとその怪奇現象ちょっと気をつけようがないですけど気をつけてくださいなんか。ああ、そうですね、それはでもそういうの好きな人多いだろうな。いや怖い。え、それってなんですか、急にどこでその出てきたんですか急に。その僕はね北の、はい、本当に北の端っこの、北の端っこ、はいはい、ライナーとかある方、1000番台、はい、パルト銀行の近くとかです。はい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 、この辺か。その辺で拾ったんですよね、ええ、なんか本当家の前にしかもポンと置いてあって、そこには別に家、人は住んでなくて、はいはいはい、誰かをあの捨ててったのかなと思って、このコード自体もよくわからないし。それ見せてもらえます？ああもちろん。あ、こえ待って待って、あ本当だ、違う、え俺がもらったやつさっき、はい、ピンコード1234でした。あ、じゃあちょっとなんか似たような系統なんす。え、これなんだ、わかんないですよね。俺もなんかだから捨てるに捨てれなくて、なんかよくわかんないから。いや、これなんか持ってた方がいいっすよ。そうですよね、一応持っとこうかな、はい、怖っ。え、これ最近ですか？いや、これいつだったかな、でも一月ぐらい前かも、もっと前の可能性も。なんか怖っ。しかも、なんて言うんだろう、これになんなかったんですよ、この状態に。探したんですけど、だから、でもしかしたら鍵閉まってて、これ。だからなんか透明になれるっていうか、はい、なんか当たり判定自体ないみたいな。ああ、もう幽霊的な。そうっすね。透明人間どころか、ね、ありえるのかな、そんなことでもっていう。でも歪みはありえないって言ってて、キャップが。まあ普通ないっす。ないっすよね。なんだろうこれ。怖いっすよこれ。あ、でも初めて見ました、ね。コード系持ってる人。いや、これ何なんだろうねって思いながらずっと抱えてたの。これ多分なんですけど、はい、犯罪の何かに使うやつかもしれないんですけど。まあぽいですよ。オルトコードって多分これ金庫の番号とかなんか鍵の番号とか多分そういうことなの。あ、じゃあ開けたらどうすかそれで。いや、どこを開けるんだっていう話だし、まあ開けたら開けたでね、うちね車やってるんでね。そうですよね、まあ、なかなかこういうわけにもって感じ。 でもなんかちょっとロマンありますけどね、その開けるまで、まあそう探すみたいな。ああ、開けれそうなやつ見つけたらバレなそうなら開けちゃうかもな。そう。いや怖いな、なんかマジで意味わかんねえな。初めてすぎて。確かに。何のコードなんだろう。そう、開けるとこなんかなさそうですもんね、これ使えそうなとこ。いや、ないですね。しかも違うタイミングで入ってきたんで、なんていうんだろう、拾ってもないし、1個目ここでもらって急に。でこれなんだろうね。って言ってうろちょろしてたらこの辺でもう一回手に入ったんですよ、うん、急に。意味わかんなくないですか。意味わかんないですね、これ何なんだろうな。自分が拾ってるわけでもないのにってことも渡されたわけです。そうです、拾ってないです。やば、気持ち悪すぎて初めてすぎて。確かに、何だろうこれ、何なんだろう。なんか多分ないと思うんですけど、その町の人とかで、はい、なんかこれっけの話聞いたらちょっと教えてください、もし。わかりました、ちょっとそうですね、同じような人がいたら聞いてみますわ、はい、会った人とか。あ、助かります。はい、お客さんとかに行ってみます。一応キャップにもね捜索願いはしたんですけど、うん、謎すぎて。確かにこれちょっと警察も対応できなさそうですもん。ですよね、怪奇現象みたいな。なんか増えたんかな、この夏だから。夏だからね。怖え。大丈夫ですか、その心霊系は。ああ、いやでも怖いっすね。怖いっすよ、目に見えないもんはね、特に怖いですよ。怖いっすよね。うん、ちょっとお客さんにも聞いてみます。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。ノンデリン、いえいえ、またちょこちょこ来てください、暇なんで。薬局ちょこちょこ開いてますよね。開いてます。あの、自分が開けれるときは開けてて、最近ちょっと起きれてなかったんであれだったんですけど。はいはい、ああ、なんか最近開いてるなと思って。そうですね。ま、タイミング合えば来たかったんで、よかったです、今日。これ。あざす、たまにちょこちょこね、店長もいるんで。ああ、そうですか。はい。
遊びに来てください。店長か、店長なんかもう静かしく見てね。ね。ああでもいるんです。たまに来るんですけどね。あへえ。たまに来ます。そのタイミングでまた来ます。はい、来てくださいぜひ。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お大事に。はい。お疲れ。お疲れ。はい。どうだった今日は。まあまあぼちぼちって感じ。俺一回自爆したぐらいかな。大丈夫か。ねえ、薬局で超怖いこと起きたんだよね、うん、ちょっとみんなに話そうかなと思ってる。 OK、 おかしいよ、ちょっとこの街で何か起きてるかも。え、まずいかもしれん。ダークヒーローで調査した方がいいかも。そんなに？いや、これはねちょっと良くないね。マジか。うん、久々に出勤かもな俺ら。てかさ、お前たまには持ってこいよ。何よ？ダークヒーローの仕事。ああ、いや、おめえもだろ。あっ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 お前ちょっとかっこよくなって店に行ってるやん、それ。いやいや、これ白塗り外しただけよ。嘘つけ。ほんまよ、こんな顔じゃなかったろ絶対。いやいや、白塗り CPU と同じ顔してたろ絶対。いや見てみ、白塗り変わんねえやん。あれお前ふざけん。白塗り犬だけじゃんか。ちょっと待って、あれちょっと待って、白塗りのやつこれじゃなかった。これか。はいはいはい。もうあ、え、本当？わかんないよ。あ、でもで目つむったら出ないんだよ。つむれない？やっぱ違うじゃん顔。ほら、あ、ほんまや。元通り。相当白塗ってたねじゃあ。そうなんだよ。なんかみんなアクティビティ、まあ、100年前と同じ肌の色になった。あ、そうなんだ、一緒だったんだ。100年前、100年後と一緒になった。でもさ、100年前でなんで肌色違うの、おかしくない？いや、めっちゃ頑張ってた時に色素がね、全部飛んだ。うん、前ほんとね。もう終わっちゃったね。あ、日焼けしたんだ。そう。なるほど、どっか行ってきたの？いや、もう普通そこら辺で、あの、もう日光浴。おかしいだろ、それは。あ、息沈んだ。あ、ああ。出動！出動！大丈夫ですか？大丈夫か？自分の車で帰る。あ、大丈夫。まあ、大丈夫そうですね。ありがとうございました。いえ、ありがとうございました。取れなかったら。ありがとうございます。なんかすごい、白パーカーに黒いマスク、すごい違和感。確かに。自分の車あったわ。で帰るわ。うん、じゃあ拠点で。行った。おはようだ。おはよう。皆さんもおはよう。おはよう。いかでも明日休みなさい。おやすみー。おやすみー。ありがとうね。壊したんで、立てます。白いもん出ます。お疲れ。おやすみ。白井さん、間違えた。いや、その前に話しておかないといけないよ。あ、そうだ。ああ、何があったんだ。そんな、なんか、俺がね、ちょっと待って、ちょっと待って。俺がね、薬局でこうやって店を開ける作業をしてたんだよ。うん、こうやってね、してたのね。うん、したら肌黒、俺より黒いやん。ほんとだ、黒。どうどうこうだったんだから。そしたらさ、急にさ、この表示が出たんだよ、これ。おう。でね、誰もいないのよ。誰もいない、ガチで。どんな、この表示で、なんか変なメモみたいの渡されて。うん、で、誰もいないの、ガチで、透明。おう。で、それ2回渡されたの、違う場所で、薬局の中で。これ何？何でも渡されたの？え、なんかピンコードなんとかってやつで、で、キャップがたまたま来たからその話したのね。うん。そう、最近マジでそういう話多いらしくて。あ、そっか。安城、透明人間の噂か。そう。なるほどな。俺は自力でなれるけど、お金もできるやつだよ、僕は。お前できんのかよ。できる。まあ、グリ。それがおかしい。いや、これ。どうやら。この町に最近透明人間が現れて、うん、外で話すのは危険だから、話すときはアジトの中にしようっていう。え、
違うんだよ、俺ね、お店の中いたの。しかもさ、鍵多分開けてないんだよね。え、だから、なんなら物体を透過できる当たり判定がない説。鍵開けてない、多分、てかね、開けてないというか、開いてないんだよね、ガチャって。開いたら分かるやん、その目の前にいたんだよ、俺。開いてない。しかも、開いてないし、しかもキャップが言うには歪みやっぱありえないから。だって警察が言うんだぜ、歪みありえないって。やっぱこれ最近噂なんだよね。噂じゃないね、本当に見たよ今日俺。マジか。うん、これはちょっと調査した方がいいよ。透明人間の脱出動か。ああ、さすがに。ダークヒーローに言っといて。言っとくよ。なんか噂で女の子がいっぱいいるところに現れるらしいぞ。役じゃねえか。いや俺男一人やったけど。特に猫カフェ、あと空いてる飲食に行きやすくって、その中でも女の子がいっぱいいるところだって。へえ。でも俺がいるか、俺んとこ来たから。それは違うね、その。わかんない、あのそいつはまた別個体なのかもしれない。なるほどね。男好き。ああ、あの脇の匂いがきつめの人が好きとか。お前やばいってそれ。お前も臭いよ。ちなみに、はお前頭臭いし。はお前バカ。はい、頑張れ。店開いたら掴んじゃって。いやこれね、ちょっと違う、気のせいとか歪みで済ましいい問題じゃないと思う。これピンコード見せてよ、アンジョ。え、それキャップに渡しちゃったの2枚。ああ、これちょっとおかしいって。超怖かったよ。タクシーでもらえるやつかな。ん、タクシーでもらえるやつかな。いや、わかんない。タクシー黄色い髪、あ、そう、黄色い四角い、なんか、あー、あくび、あくび、あわ。これはおかしいよ、解明しないと。怖いよ、アンジョ。いや、俺が超怖かったよ、役一人でやんない。しかもそれで、うん、あのビッグ鈴木さんも来たんだよ。うん、そしたら、俺もそういうことあったらって言ってて、前に。うん、それはボルトコードなんだよね。何なんだろう、ボルトコードって。いや、わかんないんだよ、もう。なんか起きてるんだよ、この街で。うわぁ、透明人間がこの街をカッポしてるということは、うん、我々の秘密事項を外でやすやすと話してはいけないということ。まあ確かに。でもよ、俺は演奏を用意した。何、どんな。お方だ。おうわ、でも、ね、確かに絶対に分かんないわ、白井さんって。うん、俺これで楽する 100%。 だったら白井さん、俺も同じやつあるよ。マジ、俺ギリギリどうだろうな。でも2人でいたらほぼバレない。マジか。メカニックです。ああ、いや今日お疲れ。お疲れ。いい、飲む。あ、ありがとう、缶コーヒー。 あれ、今日はどうする、飲み行く。まあそうね。あ、じゃあ明日現場入るの。あの床ベタベタするラーメン屋行こうぜ。ああ、あのくっせえとこな。くっせえとこ、うめんだな。そこくせえけど、うめんだよな。わかるわ。暑くないでも夏だし。いや、まあ、暑い時に食べるラーメンがまたいいな。そう、汗かいてバーって風呂浴びんだな。それですよね、ナンバーそれ。これはね、なんだっけ、それ、RP でやろうよ。出すやつ。RP で、あの、RP で。確認がてら行ってきます。おはよう、アンジョ。おはよう。さて、わしは寝る。寝る。なんか、え、作業人？お疲れ。なんか土木人が当たり。お疲れ。土木やね。うん。それ。結構ドビー。今日お疲れ。思ったみたいじゃん。はい。なんか俺もなんか作業っぽい服ないかな。いいね。あー、疲れた。うん、兄貴、この後やりますか、コンビニ強盗。吉田くん？帰ろう、もう足洗ったんだよ、俺は。すいません。吉田くんやん。まだそんなことしてんのか、お前は。強盗、強盗やりますか、お前。いい年して。仕事つけちゃんと、お前。何やってんだ、お前は。強盗。あ、俺35ですか。そうだよ、自分の年齢も忘れちまったんか、お前。お前は頭強く打ってからもう声になっちまったし、しょうもない。ピーカみたいな声になっちまったし、頭打ったせいなんだ、その声。うん、あとこの後お弁当を持って、あの小学校の子供たちと一緒にピクニックに行かなきゃなんないので。あ、まずいまずい。お前は通報される。なんだ。ね、なんだお前は。それはなんだ。社会科見学しなきゃならなくて、近くのスーパーの見学をするんですよ。難しいなぁ、ややこしいしとることしとるなぁ。心のノート買わなきゃ。心、何歳なの。
今は小学校3年生ですよ。35年生、35歳っていうのは、そんなの僕じゃないよ。かなり絵好きかなり絵好き。僕はそんなのやってないよ。ここまで言いに来ました、ボス。母さん、あの寝てないのにさ、ボスいないよ。いないよ、ちよ。ボス一個聞いて、寝てないのにさ。ボス一個聞いてや、ほんまにこれはさ。ボス、俺マジでさ、思うねんけど。あの、起きてさ、ゼロはさ、さあ、合ってればいいと思うねんけど、どう思う？どう思うよ。フェイントかけられてる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 、ちゃんと。じゃあ、寝ます。おやすみ。おやすみ。余った寝ます。おやすみなさい。無線で言えばいいんじゃね。確かに。ボス、どう思う？不可避。不可避です。不可避だ。では、おやすみ。お疲れ。おやすみ。お疲れ。ゴーさん、ちょっと。後で話があります。え、大変なことが起きてます、この町で。大変なことが起きてます。透明人間がとんでもないことを起こしてる。またなんか。いや、これさっき、ま、いや、さっきね、ガチの怪奇現象あって薬局で。あ、そう、怪奇、ね、事件になると思う。いや、違う、もう本当に分かんない。誰かコロンじゃないの。え、やってる人はもう分かってる。やってる人はね、大体もう分かってて。また遊んでるんやろ。え、待って待って、それって、また、当たり判定もないですか。当たり判定は、飲むください、飲むください、ある飲むください、飲むのと食べ物ください。え、当たり判定はある。え、どういうこと、どういうことですか、ごさせる。透明人間になれるんですか。うん、透明薬がある。俺も当たり判定はある。ってわけか。飲み物ください、食べ物。え、そうそうそう。安城さん、それ知らんもんね。え、知らないっすよ、薬局で、なんか、アイテム落とされて。安城先輩、薬薬局で何があったんですか。食べ物と飲み物ください。俺ないよ、食べ物と飲み物。飲み物あるからあげるわ。あ、飲み物ありがたい。ツンってしてるの、もろいの。はい、食い物1個しかないんだよ、俺。やっと、うい、仕事。え、薬薬局で何があったんですか。薬薬局で、あとの方がいいかな。ちょっと、ちゃんと話しますわ、後で。すぐやめるの。いや、実害出たら、カルテル詰めなあかんくなるから。だったら早めにやめたって別にいいじゃん。いやいやいや。あ、じゃあさっきのことについては後でちょっと情報共有するわ。オッケー。後で詳しく話そう。どっちやろう。ってことはまだ懲りずにやってんの、ホロンは。まあもしやってたら、薬薬局はうちのメンバーがやってるとこだが実害は出てる。マジかよ。ネタで、ほぼネタでサスペンスやってたのに。本当にあんのかよ。マジ？え、マジ？しかもホロンってどういうこと？あの人でしょ？前にパーツ作ってくれるって言ってた人でしょ？どういうこと？何が起きてるん？いや、いい人だったよな。どういうこと？何が起きてんだ、マジで。ちょうどいいよ、安城さん。うん。さっきの話の続きしましょうよ。ああ、そうっすね。どうせ時間かかるし。なんかね、俺が薬局にいて、はい、で、なんかその仕事の準備してたんですよ、開けるね。はいはいはい。したらなんか急にアイテムがパッて、さっき、なんかアイテムがこう、なんていうんですか、もらうと出るウィン、あれじゃないですか、表示。はいはいはい。あれが急に出てきて、で、あれってなって、こんなの初めてや、みたいな。何これってなってたら、レジのとこでももう一回渡されたんですよ、同じやつ。何渡されたんですか。渡されたっていうのはね、ピンコード1234みたいなやつ。はいはい、はい、なんか意味深なメモみたいな。トラップハウスってやつですかかな。そんでね、今ね、キャップにそれ渡して、で、キャップがたまたまその後来たんで、その話をして、で、そしたらなんか最近その、そういう話が街で噂になってるみたいなって言ってて、うん、で、ってなって結局分かんなかったんですけど、え、その薬って何ですか。なんか、うんうんうん、一応、まあ金曜ぐらいからそういう話があって、はいはいはい。で、カルテルあるじゃないですか、薬作ってる組織。はい。
の従業員の高橋ホロンって子が、うん、その透明人間になって、うん、その薬局みたいな扉、うんうんうん、ああいう感じの扉のお店に行って、はい、パカパカ刺したり、あの呼び出しボタンがあったら押したりみたいないたずらをしてたらしいんですよ。ああなるほど。それを一回、まあ、カルテルの上の人に言って詰めてもらってるんですよ、向こうの人に。なるほどね、はい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 。日曜の話なんですよ。それが日曜と。いやでも、それでやる。日曜、うん、さっき電話したら、うんうんうん、確認を取ってもらったんですけど、やってないって言ってるんですよ、うん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 、その本人はね、うん、もうやってる可能性の方が高い。いやどうなんだろう、てか俺見たくて、その見たことあるんですか、その透明になってるところ。ないっす。あ、マイニーさんとヘランさんが出会ったらしい、殴れたらしい。俺ね、それを見てみたくて、今日のことだったんで、その本当に完全に見えないのか。本当に完全に見えないですよ。なんかね、感覚的に言ったら幽体離脱、当たり判定はあるんですかね。 あるあるある。それ見せてもらえないですかね。なんか今からね、終わったらね、うんうん、それ変えるようになるんで。あ、変えるんだ。あ、今さっき変えるようになった。あ、なるほどね。あ、じゃあちょっとそれやってみましょう。うん、やってみたいですわ。いくらなんすかそれ、買えるの。それもね、はいはい、行きに行かなかんす。なるほど。でそん時俺も行きたいかもな。全然行くんですか、はい、終わった後にすぐ行くって言ってるんで。行きましょう。でも街中でやってるのは高橋ホロンしかいないんですよ、うん、でも、うん、分かんないけど、他の人がやってる可能性ないんすか。カルテルのメンバーがやってる可能性はほぼほぼない。ないか。あるとしたら、うん、特殊島あるじゃないですか。あそこでも作れる可能性があるから、うん、はいはいはい、それを持ってる島を持ってるところは作れる可能性があるけど、うんうんうん、うーんって感じ。一回誰かに飲んでもらって試したいですね。そのなんか、そう、そのなんて言うんだろう、それこそこれの判定とかも試したんで、なんかそことか出るのかも試したいし、本当に人がやっ、でもなんかなんて言うんだろう、もう本当に幽霊かじゃないと、説明つかないぐらいの感じの渡され方というか。あの安城さんがようやってる魚のやつあるじゃないですか。はい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 。あれをなんかもっとなんかやればちゃんと消えるんかもしれんけど。いやなんかね、ドア開いてないんですよ多分。え？多分ドア開いてないですね。わかんない。だからちょっと試してみたくて、その辺実際飲んで見てみないと、ちょっとなんか判断つかんすね、なんかそれ。そうですね、効果見てみないと。でもまあでも、でもどうなんだろう。なんかそのパーツ前に言ったようにやってくれるって言ってたし、ちょこちょこ薬来てたんですよね、うん、ホロンさん。可能性はゼロじゃない、一回やっちゃってるから。まあ確かに。でも分かんないわ、そこはなんとも言えないですね。まあ本人と喋ってる印象だけど、ちゃんと嘘つくタイプだから、うん、はいはいはい追い詰められたら嘘つきそうだなと思ってる俺は。あーなるほど。いやわかんねえ、足音とかあったかな、ない気すんだよな。足音もないんじゃないかな。え、足音ないんだ。わかんない、俺も見てないけど。わかんない。その鍵開いてると、鍵閉まってるところに入れたりはするかわかんないですよね。ない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 、それは絶対ない。ちょっと試してみないとわかんないな。俺がね、鍵を完全に閉めてたかどうかはちょっとさすがにわかんなくて。一回釘刺してるから、これでもう一回あったら、まあほぼ確定だけど、今日から販売開始、うんうんうん、で一番うちがお得意様だから、うんうんうん、一番最初に買えるのかな多分。はいはいはい。だから、まあ、近々みんな買うようにはなると思うんですけど、うん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 、それいたずらも横行するという。ゴリラゴリラ。それって犯罪で使えるんですか、うん、薬、うんの方、そこら辺の説明ももらいに行くときにしてもらえる感じ。そっかそっか。でもだいぶ強いですけどね、使えちゃうと。マジで。だから飲んでみて、多分犯罪に使う目的で調整してもらってるんで。へえ。まあでもサーマルには映ったり、まあその辺もあれか。そう、検証が必要なんだ。そんな感じです。じゃあ一旦これ終わったら、はい、そうですね、行きましょう。うん。あとさ、行きますか。うん、白井さんも連れて行きます。あ、やっぱまあ別にボスちょっと俺ね、あのなんかあれ行ってきます。なんかあのカルテルの
白井さん、透明人間のやつあるんですって。カルテル新薬もう下ろせる準備できたらしいから。あ、あれいけるんだもん。今電話もらって多分そろそろ向かったらちょうどいい頃なんで。え、あの透明なやつですか。うん、そう。もういいのそれ俺。やりたいやりたい。どんなやつなんだろう。やりたい。カルテルのいつもの場所行きましょうか。行こう。行きましょう。行きましょう。それだけ見るか。ここなんだ、カルテル。俺が昔アジトにしようとしてたとこだ。ここで白市民でロケラン作ったよな。お疲れ様です。あ、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。少々お待ちください。はい、鍵開けたんでこちらからどうぞ。はい、どうぞ。お願いします。失礼します。お疲れ様で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 す。はい、どうも。お、入ってない。おー、入ってていいんですよ。ボスは奥走ってきました。行きましょう。行きましょう。行きましょう。めっちゃ奥来てる。ここ、おここです。いや、すごい、ね、相変わらずすごいよ。すいませんね、遅くなって。いや、ごめんなさい、ちょっと地図が。早速メントモリのご紹介を。あ、おー、はい、どなたに渡せばいいですか。まずボスにお願いして。ボンビーさんにいっぺんに。おサンプルの10錠になります。こちら新しい薬のメメントモリ。もう飲んだ。はい、や、え、え、え、うわ、金髪になった。なんかボツ髪の色抜けてるんだけど。すげえ、これどういう状況。え、あそこにいるの。ボスからはどう見えてます。え、普通に SI 飲んだ感じするわ。インベントリー開けないし、ね、ボスが透明に見えます。インベントリー開けない。しょうか。はいはいはい。足薬になります。はあ。飲んだ途端に、まあ、魂が、抜けます。はい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 。で、30秒間、魂の状態で歩くことができます。この間は歩くことしかできず、インベントリ開いたりとか、心の目を使うとかはできないです。あ、なるほど。はい、歩くだけなんですね。はい。なので、30秒間で、こう、まあ、索敵をしたりとか、できるという薬になっていて、喋ると、魂の場所から声が聞こえます。あ、じゃあここから聞こえてたんだ。あ、じゃあ魂か。魂なので、はい、見えないところから聞こえますね。なので、あ、例えば入り口の方で飲んでここまで歩いてきて、ここで喋ればここで聞こえるはず。うん。で、一つ分かってることが、魂はサーマルに移ります。あ、映るんだ。映るんだ。なるほど。なので例えばあ、分からないですけど、サーマルで見られてて、魂の状態で警察の近くに行くと、警察は来たと思うじゃないですか。はいはいはい、はい。その近くにグレード投げたりすると、あの魂は何も食らわないので。お、無敵は無敵なんですね。無敵なので、はい、警察は来たと思って顔出したらグレが爆発して誰もいないみたいなこととかも一応やろうと思えばできる。はい、おもろ。で、倒れてる魂、あの体の方も無敵。あ、いや、そうなんだ。はい、なるほどね。じゃあ死んだフリーもできるか。そうですね、できますね。30秒であれば。30秒後は魂の位置に戻ります。死状態の姿からには戻らない。死状態のところには戻らないです。あの倒れたところに戻ります。ただこれはあとはあの6本を見ていただければとは思うんですけど、はい、殴ったりとかはいいんですけど、絶対に護送はしないでください。あ、はいはいはい。そうしたらどうなるんだ。護送をすると魂に戻れなくなって、魂は肉体に戻れず、その場に肉体が出てくるので、おもろ。今日はあのテレポができちゃうので、あ、なるほどね。はい、それは明確なあのあれなので、うん、あれはしないでください。了解です。あと車乗ったりとかも、心の目とかは使えないんですけど、自分の持ってるあの E で開ける駐車場は開けちゃうので、うんうん、それも禁止。になってます。 OK、 いいゲームだね。じゃあ、はい、うんうん、あとその車に乗ったまま飲んだりとかはできない、あのできるんですけど効果が発揮しないので、うんうん、ちゃんと降りて降りて
飲まないと効果が発揮しないので、そこだけ注意いただければ。おぉ。っていう感じです。なんで飲んだ？また。びっくりした。殴る？あ、本当だ。声聞こえる、こっから。魂側を殴られるモーションは出ると思うんですけど、はい、何もあれしないと思う。歩くことしかできないってことは銃も撃てないし、銃も撃てないし、ね。俺の魂が出てる今。出てますよ。しかも俺は今モンドなんですよ。そういうことか。そういうことか。なるほど。すぐパッと立てるんだ。いいっすね。おもろ。これ飲んでる間は魂で会話できますよ。マジか。お互い飲んで魂で会話してればいいじゃん。魂会話用ってこと？確かに。殴られても多分血痕とか出ないはず。これ多分見えるけど多分取れなかった気がする。ああ。すごい。一回飲んでみていいですか？一個。どうぞ。あ、みんなに。あ、あるわ。飲んでみたいですね。あざす。で、その後僕は壁の端に魂いるんで。あざます。何これ色黒っ。俺じゃあさっき飲みますね。乗ってみろ。はい、部屋の隅に行きますね。俺ないよ。早っ。いや、あ、髪が。ああ、大丈夫か。新血が出ただけですね。血が出る。みんな髪の毛でも白かないな。下に落ちはしないから、ね、いるかもってのは分かるかもしれないですけど。証拠は取れないんじゃないかな。あ、でもすげー。え、キーベッドで開けないんだよね、ヘル。いやね、キーベッドできません。銃も持てないね。なるほど。本当に歩くだけだ。わー、え、これ銃持ったまま飲んで、おー、髪が、髪が金引くんでことじゃん、やっぱり。なるほど。トニー、それ見せて、まだ見た目。あ、俺飲んでみようか。あ、じゃあ薬まだもらってないよね。え、薬の見た目見てみたい。あ、飲まない飲まない。無線は、あ、こんな見た目なんや。作的に俺がさ、俺飲んで変わんのかな、色。ちょっと気になるね。どんな色やった？ボスと一緒。はい。金髪。見えないんだそれ。自分でも分かんなかったな。面白いですね。しまっちゃうんだ。左胸すんげー銃の音ついてる。え、すごい。ちょっと今でなんか真っ赤だよ。全然ここに撃たれてる。ダメージも食らってない。これはちょっと使い道あるな。おお。ちょっといろいろまだできたばっかりなので、いろいろ試してみてもらって、なんか今言った以外でなんかできちゃったりしたら一旦六方で連絡もらえればそれは確認できる。そう、了解です。はい、了解です。おもろい。すげえ。ボスまだ1個、これも今日から販売します。で、1錠80万になります。1錠80万、まあまあまあ、10で800万、100錠で8000万。あ、まあでも俺さ、100で8000万、確かに。タフライ飲んだ後、これ飲んだらどうなるん？ちょっとまだやったことないですね。タフライ持ってないよ。持ってますよ。持ってます。まあそもそも、まあ、わかんないか、ケースに。あ、そっか、サーマルが。あ、それは知ってる。ちなみに、なんか、S ハイ飲んだら15秒だっけ、うん、暗くなるじゃん、うん、はい、13秒14秒ぐらいにさ、バタフライ飲んだらバタフライの目見えないやつ普通に見えるようになるよ。上書きされないですよ。白くならないってこと？そう、上書きがなくて、うん、そのバタフライのやつじゃなくて最初のエースハイのやつの残り1秒とかぐらいが発動して30秒が消えるってこと？そう、どう合わせのみでしちゃうと上書きがされるんで、うんうん、まあなるだけ しないでいただけると。なるだけ、ね、してないです。はい、お願いします。ありがとうございます。まあ、そんな感じのものがあったら共有くださいってことですよね。そうですね。ちょっと買おうか、これ今のうちに。どのぐらい買います？一旦検証というか、いろんなところを使おうとしたら、まあ、50個ぐらい。4000万ですかね。50で4000万です、うん、一旦50個買って、おるんやんがったらもっと買えばいいから。了解です。受け取ってもらっていい？了解です。いろいろ、じゃあ、すごい、これ出します。はい、メメント盛りだけちょっと重たいんですね。そうですね、メメ盛りだけ今までのやつとちょっと重たい。非常に危険な薬物。4000万なんで、もっとこの方がいいか。略し方はメメ盛りなんだ。
森とかでいいんじゃない森持ってきてとか言って。メメとか森でいいんじゃない。メメはちょっとややこしいから。メメ森いいな。メメ森。森持ってきてないとか言って。ちなみにこれ検索版知らないか。多分さすがに。ないじゃないですか。請求ゴーストに来た今来ましたよ。後で経費申請しとくんで大丈夫です。いや、買いとくわ。ゴーストの名前で買いとく。ありがとうございます。知らんそうだったな。俺が今お金を送ればいいやん、別に。あ、じゃあもう買い269です。269。じゃあこれ、スメにしときますね。一応買いといて。お願いします。はい。ありがとうございます。イェーイ。50個受け取りました。これすごいな、これ。じゃあもう、極端な話、加藤さん、これもう、次の大型から使っても問題はないってことですよね。大丈夫ですよ。了解です。バンバン使ってフィードバックいただければ。任してください。おもろいなぁ。おもろいね。おもろいですね。まあ多分いろいろ使い方考えれると思うんで、一番やっぱ使っていただいてるオールインさんが一番アイデア出てくると思うんで。すぐアイデア出ちゃいますから。はい、めちゃくちゃでかいかもこれ。すごい。魂のところに戻る。え、確かに。ん？いや、大丈夫。おもろいね。もう一個買おうかな、ちょっと。自分用ってこと？一回今飲みたいな。あ、今サンプル持ってないってこと？あ、俺持ってるんだ。あ、サンプル持ってない。あ、いや、俺持ってないですね、サンプル。あざっす。本当だ。あ、すごい、なんか変な感じするな。ここにあるのにこっちから声聞こえるって慣れないと変だな。みんな飲むやん。喋ってこんにちは。あ、やっぱそっちだな。へえー、こっちは透明じゃないんだ。ちゃんとそれに反映されてんだ、うん、スライディング伸びつぶれた後みたいになってるのマジで。班長とかもう最後やもうこれ。なんかでも聞いた話なんですけど、はいはい、今って起きるとこの死体というか体消えるじゃないですか、ちゃんと。はい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 。たまにこうここにいなかった人がこう近づいてくると、なんかいっぱい、多分ここで5錠飲んだら5体こう体が鳴らしてるみたいな時もあるみたいな。え、これクールってあんの？クール。どうなんだろう、試したことないな。飲んでみよう。1個飲んで、多分今のまでの感じだと同じ時間、効果時間が切れると次飲めるんで、戻ってきたらすぐ飲めると思う。すげえ大の字。えんちゃんもうワンちゃん無敵になれるやんこれ。そうだよ、これで無限に耐えて。確かに飲み続けてそのまま逃走していけるな。確かに完全に時間稼ぎで、向こうがあれでしょ、結婚とかさえしちゃって終わったら出てくるんでしょ。でボーンって、ボーンって言って髪の毛の色おもろ。でまた飲んで、まあ、耐えれるんだよな。2秒ぐらいはフリーになっちゃうけど、まあ、それでも、うん、まあ、足音もちゃんとしてるし、ね、死体の前で貼られるよね、でも。うん。死体の前で貼る。いや、これで、どっちだったっけ、どっちだったっけ、死体のとこから袋。俺の死体って手錠かけれる？今ね、死んでる判定はないっすね。でいけないっすね。手錠もない。死体の方はかけれないけど、魂の方はかけれるっぽいんですよ。あ、じゃあワンチャン、あれ怖いな。あの、死んだふりしてさ、警察がさ、騙してるなって思って、うん、オールロープ使ったらさ、うん、やばいな。なんか変なことになっちゃうかもしれない。オールロープはだから禁止ぐらい、うん、でも。それはもうお互いに気をつける感じの感じですね。うん、お互いって相手は分かんないじゃん。分かんないから、なんかおかしなことになる可能性はある。トグル、タイミング。トグルを消そう。間違えた。戻ってくるのが、魂側の方で30秒切れたら、戻るんよね、これ。うん、ここで戻る、ここに持ってくる。幽体離脱してるから、幽体離脱戻ってくるのは死体側か。ここ、うん、ここ死体に戻ってくる。そうか、死体には戻るんか。あー、びっくりした。そう、テレポートだなと思って。うん、それがさっき言ったその魂、見えない魂にうまく手錠して護送しちゃうと、30秒切れるとその手錠してるところに肉体が戻ってきちゃうから、からとんでもないんですよね。絶対ダメだよっていう。はあ。三つぐらい、もうすでに俺三つぐらい試したいの出てきちゃった。あとで試そう。いろいろ試してみてください。あ、これあったら便利ではあるな。うん。
情報取れるわ、ちゃんと。めちゃくちゃ情報取れるな、これ。入れ何人待ってるかとかも取れると思うんで、いや、めっちゃでかいです。エリーがもしもね、情報取れなくなっても、うん、体出して見なきゃいけなかったものがフリーで見れるってことやからな。横取りの時めっちゃ、ね、これ横取りの時めっちゃ強くないですか。それだけ、それまで突っ込んでて情報取っておもろいな。いいな、なんかいろんな使い方。でも逆に言ったら俺らは今後その大型中に急に扉が開き出したらこれを警戒しなきゃいけないから。そうっすね。うん、そうだね、うん。情報取られたぐらいの感じで警戒はした方がいいっす。OK、帰ろう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。ユニオンとかやばそう。お疲れ様です。メメントモリの効果。はい。メメントモリ譲ってもらえたんで。ありがとうございました。失礼いたしました。ボスもうすでに思いついちゃったんですけど、高いビルから飲んで落ちたらどうなるかっていうのと、空中で飲めるのかどうか。死なない、死なない。でも空中では飲めるはず。飲めない飲めない、多分飲めない。空中飲めない。じゃ高いとこから降りようと思ったら降りれるのかな。飲めるか。おお。真下の高いところに止めて下の情報だけ取って上に帰るみたいな。薬も薬一個さ。入れますよ。飲んでみて今。今飲むっすか。うん今。いや今飲みました。降りてみて。降り降りる。あ、体これどうなるんだ。あー、なるほど。いや、体そのまま落ちたけどな。え、これゴーさんどこにいる。いや、あれ普通に落ちたよ。ダメージ食らってないよね。死んでる死んでるやんけ。ゴーさん死んでるんかい。死ぬんかい。これ、乗り物乗りながらは効果開けないかな。あ、なるほどね。あ、そっかそっかそっか。確かに確かに確かに。飲んで乗る。空中で飲めるかどうかですね。じゃないの俺。それはどういうこと。透明になるけど空中で飲んでも体がここ空中で飲んだら無敵の魂と無敵の体が下に落ちるだけだからどうなるんだっていう。やってみよう。やってみるか。やってみよう。検証チャンネルで一番高いビルから降りても大丈夫なのかどうか。確かに気になる。で上まで戻れる。だから高さの制限があるのかどうか、うんうんうん、行こう。交換範囲じゃないけど個人信号出した。あ、出しちゃったっすね。オッケー、大丈夫。上から、下から見ときますね。おい、どうなんだろう、これ。あ、確かに、どうなんだろう。誰かさ、はい、投げるから。いた。あ、俺と頼みます。うん。え、降り、降りながら、降りって飲むしかない、ないんだよね。空中で飲めるのか。空中で飲めるかどうか。空中で飲めないんじゃないですか。俺、行きますよ。空中で飲んでみますよ、頑張って。オッケー。ちょっと、ボール投げるわ。今ならいけるっしょ。待って、まだ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 。もっとあげようか。OK、行こう。行きます。飲めるんか。飲めなさそう。どう。飲めないです。死にます。個人びっくりするよな。人が上から落ちてきたら。飲めなかったっすわ、空中からだと。ダメなんだ。それか、あの、番号の筋肉に振ってやるか、飲みながら飛び降りるぐらいですね、あるんだったら。飲みながら飛び降りるはいけんのか。わかんない、どうなんだろう。姿勢の問題でできてない説もワンチャンあるかもしれないんで。建物の上で、うんうん、飲みながら落ちたら、それいいかもっす。で、透明になって落ちるとか無理なんすね。だからどうなるんだ。お父さん、あの、終わった後、まだ、でもこれね、うん、手錠されてヘリ乗ったらその人車に乗ってる判定じゃないじゃないですか。はい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 。俺さ、普通に建物で押してみよう。ああ、いいっすね。痛い、見たい。まあ、適当にこれ、ここここですね、了解。これじゃあ、落ちます。あ、でもパルクールとかできるかどうか。短いな。ちゃん高いとこ行きます。ここやったらもう確実に死んでましたよ。の後ろのとこでも、まあ、高くても大丈夫です。左の青いところ行きますか。十分な高さだな。ここ。よし、行きます。いいっすね。はいはいはい。取ってる薬。あ、まだ持ってないです僕。渡しますよ。ありがとう。待って。どうぞ。オッケー。普通にこういるか。オッケー。
で、ドンとこうか。うんうん。シンプルに飲みますね。いや、飛び降り、あれ乗る、乗り越えられない。そこで、まず聞いて。はい。上がってそこ。カリって言ってる瞬間に、落ちるってことですね。そう。薬飲むモーションがあるとき落ちる。了解です。行きます。動けるのかな、そもそも。どうなんですか、ね、動けない。動けない。あ、でも落ちた。あ、でも落ちた。体落ちた。動けなかったんですけど。押してみて、そのまま。はい、今落ちてます。大丈夫です。体ごと落ちてるよ。体ごと落ちてんの？いや、俺は普通に今、降りてきたよ。一旦そっちゃがじゃあ、魂じゃなくて体も一緒に落ちたから。あ、オッケーオッケー。でもね、俺は死んでない。普通にまだ今、いけてるわ。え？ただね、暗すぎて見えない。もう一回落ちてみたら。でも落ちた落ちた、今。体が下に来るはず。あれ？どこ行った？いや、上上、体上。あ、上になる。上判定なの。へー。あったらもう一個の方法ある。スライディング。スライディングしながら飲むみたいな。はいはいはい、うん。あれ、飲んだ後はスライディングできなかったよな。じゃあ渡しますよ。はい。スライディングいける？スライディ、あ、俺がやるわ。お、一個ちょうだい。一旦鍵渡すわ。そうですね。お、どうだ？いった。体落ちた。完全。あ、体残ってるわ。体は上。体残ってますね。え、上に残ってる体。はい、体上に残ってます。え、まあ、一旦これ30秒後ですね。場所的に飲んだ瞬間の位置っぽいっす。パリって言ったとこら辺の位置だから。おう、危ねえ。怖っ。すげえ。一個ちょうだい。了解っす。ボスでもね、これ死体があったとこ、ボスが飲み始めたとこら辺だったっすね。なるほどね。うんうんうん。え？あ、ボス。あ、了解、行きます。了解っす。シンプル落ち。あーって言ったな、珍しい。え、てか、ボスさん、そうなったら安城さんね、俺も同じこと思った。いや、そう、違うっすね。じゃあ、誰かが透明になるいたずらをしてただけっぽいっすね。あー、だったら当たり判定なかったぞ。殴れなかったっすよ。マジでわかんない。物を渡すの無理。インベントに開けないんだったら、でもそういうことっすね。そうっすよね。失礼しました。どういうことなんだろう。